新規で異常が来た。いいぞ。はい、どもらいです。今回からですね、新規キャラ、トレジャースゴフェスとか、絆決戦スゴフェスとか、他の新規キャラが来た時に、初心者から見た、ちょっとしたキャラ評価的なことをしていこうかなと思います。で、今回のガチャが、ワールドワイドアニバーサリートレジャースゴフェスということで、今回こちらのね、伊蔵&菊之丞が、来ているので、こちらの、強さを見ていこうかなと思います。で、事前にね、いろいろ見てきたんですけど、必殺技こんな感じになってるんですけど、ここのね、必殺技で、強いところっていうのはやはり、3ターン内でチェーンケースを 3.5 倍に固定できることですね。やっぱりこの固定系は正直何ですかね、チェーンケース増加量を下げられたりとか、あと固定されてしまったとか、そういう時にこの必殺技で対処できるっていうのがやっぱ強いところなので、チェーンケースを 3.5 倍にできるのは強いところかなと思います。で、自分的にはシャンクスのね、必殺技でも 3.5 倍にできる、シャンクスがいるんですけど、それ結構ね、この半年ぐらいやってきて結構使ってるというか、使いやすくてすぐに火力を上げれるって考えると、やっぱそのチェーンケースを固定できるっていうのが強いっていうのと、あと 3.5 倍にできるっていうのが、かなり強いかなと思います。で、あと船長に斬撃か射撃タイプがいれば、スロット影響増大効果を2ターン延長できる、これも結構強いですね。例えば自分が持ってるので言えば、白ひげ&ニューゲート、ロジャー&ニューゲートかまた白ひげ白毛になったね。そのキャラの入れ替えでね、攻撃力と、スロット影響を 1.5 倍にできるのかな。で、超入れ替えすれば2倍にできるんですけど、そういうキャラがいた時に、この伊蔵みたいなキャラがいれば、延長もできるので、で、さらに必殺すれば、3倍とかにできたのかな、さらに3倍にできたのかな、必殺で。なので、その火力を維持した状態で3ターン、使えると考えると、かなり強いのかなと、結構相性はいいのかなと思います。で、一味に斬撃タイプが5人以上いたら、上段の、スロットが和スロットになると。で、5体以上射撃タイプがいれば下段のキャラのスロットが、和スロットになるということで、かなりこの和スロットにできるっていうのは前説明したんですけど、普通の、有利スロットで 1.5 倍なんですよ。で、二次スロットで2倍。で、和スロットが 2.5 倍なので、この有利スロットと和スロットでかなりの差ができてしまうので、この和スロットにできるっていうのはかなり強いんですよね。なので今でも、心ヤマトとか、地属性ヤマトとかが、かなり使われてるっていうのはその理由も結構でかいのかなと思います。で、船長効果の方で、そうですね、同属性同タイプキャラは、体力 1.5 倍で攻撃力を 4.75 倍にできるんですけど、必殺を使用していると3ターンの間、攻撃力が約5倍になるということで、この必殺を打つことで、戦長効果もさらに増大するっていう感じですね。あと、痺れ状態を10ターン回復できるっていうのも、そのギミックを解除するときとかも、結構使えるのかなと思います。で、あと、繊維効果で、自分以外の斬撃と射撃タイプのキャラが必殺技使用時、自分の必殺ターンを1ターン短縮できるので、どんどんね、斬撃タイプとか射撃タイプを入れて必殺を打たせれば、すぐに移動とかの技を使える、ということで、なので結構ね、必殺技もポンポン打てるキャラになっております。で、属性超過で、一味がチェーンケース固定状態の時、一味にかかっているチェーンケース固定状態の効果をさらに 0.3 上昇させるっていうことなので、今 3.5 倍に固定していたら 3.8 倍にできるということで、さらに火力を上げることができる。で、さらに中段のキャラのスロットも和スロットにできるので、全員和スロットにできるっていう状態ですよね。なので、かなり強いかなと。ヤマトとか、心ヤマトとかは、お邪魔スロットじゃないと、和スロットに変えれないんですよ。あと、実スロットかなじゃないと変えれないので、その条件を満たしてなくても、すぐに和スロットにできるっていう点では、結構使いやすいのかなと思います。なので、必殺を打ってから超過を使うことで、さらに攻撃力を上げれるっていうキャラになってますね。
まあなんでこの見た感じですと自分的には結構強いのかなと。うん、やっぱ 3.5 倍にチェーンケースを固定できるってだけでも、まあいろんなところで使えるので、うん、まあ引くか迷ってる方は、まあ自分的には引いて、当てた方がいいのかなと。トレジャーマップの方で特攻キャラになってるので、まあポイントも稼げると思いますので、まあぜひ迷ってる方はぜひ引いてみてください。でまあ他にも星5で犬嵐と猫マムシが来てるんですけど、犬嵐の必殺技の方はですね、まあ攻撃ダウン状態を5ターン回復できるのと、必殺封じ状態を3ターン回復できるっていうので、まあかなりギミックの方も解除できるかなと。でさらに斬撃タイプと、即属性タイプの、スロット影響を2倍にできるので、まあ、先ほどの遺贈と組み合わせると、さらにあのスロット影響を、延長にできるので、まあ、相性の方はなかなかいい方なのかなと思います。であと繊維効果の方で、必殺封じ状態を6ターン回復できるので、まあ、必殺封じされても、この犬嵐がいれば解除できるよっていう感じですね。でまあこちらが猫マムシなんですけど、まあ、猫マムシは、ダメージ軽減状態を5ターン減らし、一部にかかっている必殺は封じ状態を3ターン回復できると。であと2ターンの間即属性と斬撃タイプキャラの、攻撃力を2倍にできるということで、まあ、犬嵐と猫マムシ両方ゲットして、一緒に組み合わせることで、まあ、さらに火力もできるのかなと、うん、さらに火力を上げることができるので、まあその3体入れるのもありですし、まあ、で猫マムシと遺贈だけでは、スロット影響じゃないので、まあ、延長できないっていう点では、まあ、相性はそんな良くないのかなと思いますので、自分的には犬嵐と伊蔵を組み合わせるといいのかなと思います。でまあ繊維効果の方でも、こちらも自分は必殺技封じ状態を6ターン回復できるので、まあ、必殺封じが来ても、解除できますよという感じですね。はい、ということで今回は、ワールドワイドアニバーサリートレジャースゴフェスの、まあ、新キャラの方を、見ていったんですけど、まあ結構いろんな場面でも使えると考えると、まあここでゲットしておいてもいいのかなとも思いますね。まあでも超すごいやつなんて吉祥寺が 7.5 倍なので、まあちょっと低めかなっていうのはあるんですけど、まあ欲しい方はぜひ、衣装を使って、当ててみてください。まあ自分はね今ガチャ金中なので引きません。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になったよって方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。